次に高木道夫君、高木君。公明党の高木道夫でございます。この児童虐待の防止につきましては、もう与野党ともに子どもの命を守る社会にというこの思いは共有をさせていただいていると思っております。そこで今日貴重な機会でもございますので、厚労省並びに文科省、そして野党の法案につきましても質問をさせていただきたいと思います。まずはじめに大口副大臣にお伺いいたします。今回の野田氏の事案につきましては、児相、学校、警察等のこの連携が非常に課題となりました。そこで公明党は2月12日、厚生労働文科部会等の合同会議を開催をいたしまして、その席上でも、また合わせて19日に行いました緊急提言におきましても、文科と厚労と一体となって、問題点を検証、共有をして、実効性のある再発防止策を検討すべきであると。で、なかんずくその時には、大口副大臣、また浮島副大臣、文科副大臣が力を合わせて、しっかりと一致してやってもらいたいということを要請をいたしました。そこで改めて大口副大臣に、学校との連携上の課題についてのご認識と、また連携強化のための取り組み状況についてお伺いいたします。大口厚生労働副大臣。お答えします。それこそ今の、ご要請もいただきまして、平成31年、この今年の2月に、この厚生労働省および文科省が連携をして、効果的な実施をするために、私とあと浮島文科副大臣をですね、トップとするプロジェクトチーム、これを設置させていただきまして、このプロジェクトチームでは2月の関係閣僚会議で設定することとされた新たなルールの決定や、地方公共団体学校等への周知、児童相談所や学校等における緊急安全確認などの調査結果のフォローアップなどについてですね、関係省庁で連携を図りつつ取り組んできておりまして、直近では4月26日で5回目の開催をしているところでございます。その上でですね、今回ご指摘のように、やはりこの学校との児相との連携を強化するということが極めて大事であるということで、現行におきましてもですね、学校及びその教職員について児童虐待を発見しやすい立場であるということからですね、児童虐待の早期発見を努めるとともにですね、支援を要する子ども等を多発した場合、その情報を市町村に提供するよう努めるほか、児相や市町村が児童虐待に係る情報の提供を求められた場合、情報提供できることとしているところで、こうした連携協力体制を構築しているところであります。しかしながら、最近児童虐待事案において関係機関からの情報漏洩により、この虐待リスクが高まるなど連携が十分でない事案が生じたわけでありまして、今回の法案で学校の教職員に対する守秘義務の規定を盛り込むとともに、その守秘義務は関係機関との連携を妨げるものではない旨を明確化することにより、積極的な連携強化につながるようにしております。合同プロジェクトチームですね、さらにですね、この安全確認のですね、緊急安全確認のフォローアップをしながら、そしてですね、しっかりこの連携の強化についてですね、取りまとめもしてまいりたいと思います。高木道夫君。よろしくお願いいたします。そこで文科省にお伺いしたいのですが、早速文科省も学校教育委員会等向け虐待対応の手引き、5月9日に公表されました。37ページにわたるもので、虐待対応について文科省におかれましても短期間のうちに充実させたものを取りまとめられたということには評価をさせていただきたいと思います。ただ一方で、これだけの内容を今度は教員が読みこなすのは非常に難しいのではないか、各学校単位で研修を実施するなど、その浸透を図っていただくことが重要ではないかと考えております。現場での浸透をこれからどのように進めていくのか、文科省に伺います。文部科学省、丸山大臣官房審議官。お答えを申し上げます。委員ご指摘の本手引きにつきましては、今回の事案も踏まえまして、
学校教育委員会との一般教職員向けに、児童虐待にあたっての、重要な知識や着眼点について、記載をしているところでございます。文科省としましては、本手引きの内容につきまして、会議等のさまざまな場面で、周知をしていくとともに、学校教育委員会等における研修等で活用いただくことで、徹底を図っていきたいと考えておりますが、その具体の会議につきましては、6月のですね、13日の日に、令和元年度の第1回目の各都道府県の教育委員会、生徒指導担当者連絡会を開催いたしまして、手引きの内容についてそのポイント等を、分かりやすく説明をして、しっかりと周知を図っていきたいというふうに考えております。さらに去る3月19日の関係閣僚会決定に基づきまして、今後児童虐待対応に関する具体的な事例を想定をした研修教材を作成をし、学校長等の管理職に対する研修を推進をすることといたしております。こうした研修で得た知見を、校長等が学校現場に持ち帰ってですね、各学校の中での校内研修、そういったところでしっかり一般の教員に対して教職に対しても共有をいただくよう促していきたいというふうに考えております。高木道夫君。はい、教員の方たちの姿勢が非常に重要ですので、よろしくお願いいたします。それに関連しまして、この手引きの中では虐待の影響によるさまざまな問題を示すことで、教職員から叱られたり友達から疎まれたりする結果、周囲への不信をさらに強め問題を悪化させる不幸なケースもあると。虐待を受けた子どもは大人への不信感や恐怖心を抱いていることや、自己肯定感が著しく低いことが多く、教職員は子どもの言動の背景をよく理解した上で学校で安心して過ごせるよう受容的に接し、不安や緊張を和らげたりすることが必要、このように書かれているわけで、私はこうした教員のその背景を理解しながら接していこうという、この背景を理解していきたいというこの強い心情という、またその考え方というのは非常にこれは大事な視点であると思っております。子どもが当然問題行動を発出するわけで、自傷とかまた互いとか時には暴力とかといった、それを表面的に捉えるのではなくてですね、その背景のところをしっかりと理解をして、やはりそういう子どもはこういう行動をするのだという、やはりそうした知識をしっかり持っていただきながら、教師の関わりができるように取り組んでいただきたいと考えますけれども、いかがでしょうか。丸山審議官。お答えを申し上げます。虐待を受けた子どもは大人への不信感や恐怖心をですね、抱いていることや自己肯定感が著しく低いことが多く、委員の指摘通りですね、教職員は子どもの言動の背景をよく理解をした上で、学校で安心して過ごせるよう受容的に接し、不安や緊張を和らげたりすることが必要であるというふうに認識をしております。またこれもご指摘いただきましたように、不登校や非行、いじめ、自殺等の課題は、いわば表に現れた現象面の課題でありますけれども、これらの背景としては虐待が要因となっている可能性があることに留意すべきであるというふうに考えております。これらのことは手引きにつおいても記載をしているところでございますけれども、文科省といたしましては、学校教育委員会におきまして、本手引きの趣旨を踏まえた児童虐待への対応が行われるよう、会議等さまざまな機会を捉えてしっかりと周知徹底を図っていきたいというふうに考えております。高木道夫君。もう一問文科省にお願いいたします。体罰の禁止ということで、今回この委員会でも議論がされております。でこの体罰禁止につきまして、子ども自身に体罰は、してはならない、されるものではないのだという、その子ども自身がそれを知るということが大事ではないかと思います。しつけのためであっても親が子どもに体罰を加えることは許されない、こうしたことを教育現場において子どもに伝えておくことが必要と考えますけれども、文科省のお考えを伺います。文部科学省丸山大臣官房審議官。お答えを申し上げます。委員ご指摘の点は大変重要であるというふうに考えておりますけれども、親からのその体罰も含めてですね、虐待の解釈につきましては一義的には法律の所管をしております。厚生労働省において整理すべきものというふうに考えておりますが、体罰の範囲や
体罰禁止に関する考え方について国民に分かりやすく説明するためのガイドライン等を、厚生労働省において、作成をするというふうに、承知をいたしております。その上で、子どもたちを虐待から守るため、学校教育を含めて親からの体罰などの虐待に関して、発達段階に応じてどのように伝えていくのか良いかについては厚生労働省とも相談をしながらしっかりと検討していきたいというふうに考えております。高木道夫君。重要なところですので、子どもたちはやっぱり学校教育で教わるということは、それは一つの規範として受け止めるという非常に大事な場であると思っております。ぜひとも厚労省と密接な連携の上でお取り組みをお願いをいたします。でそこでちょっと一問の後に回させていただきまして、野党の法案につきまして伺わせていただきたいと思います。でまずずっとテーマとなっております中核市に筆致自走を筆致するということにつきまして伺いたいと思います。昨日も、参考人質疑におきましてさまざまなご意見を受けたまったところでございます。で実は東京都の特別区ではもうすでに皆様ご存知の通り自走の設置につきましては23区のうち、練馬を除く22区が、実施または検討するということになっております。で実は今日資料を用意させていただきましてちょっとA3 で恐縮ですが、これ練馬区法をそのままコピーをさせていただきました。でこの1ページ目の下のところに前川区長のコメントが載っておりますが、実は前川区長はここをお読みいただきますとお分かりの通り青春時代から長年児童虐待防止に関わってこられまして東京都の福祉局長もお務めであったという経歴の方でございます。そこで2ページをご覧いただきたいのですが、ここではこの上の方に書いてあります、虐待通告は急増をしていますと。でこのうち被害等や助言で終わる軽微なものが約9割、一時保護や施設入所を必要とする重篤なケースは少なく横ばいですと、このすぐ下のところに、この区に、一時保護などの重篤なケースは1万人に6人ですと、このようにしております。でさらに下の矢印の、下の、オレンジの囲みですが、ここに親子分離等の重篤なケースは施設入所など広域的な対応、児童福祉士や児童心理士、医師等による専門的な対応が必要ですと、また在宅指導も含め長期的な支援が必要になりますと。そこで具体的にこの1、2、3とありまして、一時入所や施設入所、親の連れ戻し防止のため、地域から子どもを離すことが必要、広域的な対応、2として子どものトラウマ等には専門的ケアが不可欠、3、リスクが高いケースは離婚、再婚、別居、また児相の指導を避けるなどの理由により、転居が多いので、広域的な対応が必要、このようにあります。でそこで、3ページ目になりますが、これは昨日も西尾参考人から示された資料と同じです。この右側のところに、都の児童相談所、ここでは強い介入と指導を行う、そして下の子ども区の子ども家庭支援センター、これ練馬区がこれを中心にと進めていますが、寄り添い支援ということになっておりまして、ここでは親子の心情に寄り添った相談対応を担う、このようにしております。で昨日の西尾参考人の話の中でも、都道府県と区市町村が役割分担のもとしっかりとルールを決めながら連携を強化し、それぞれの機能を強化し、さらに連携そのものも強化する、それが児童相談所、行政全体の対応力をアップするものと考えております、このように述べていらっしゃいます。で、私はこの練馬区の主張は十分理があると思います、このようなやり方も効果的なのではないかと考えます、特別区や中核市すべてに自走を設置するということもメリットもありますけれども、反対に専門人材の不足などの課題もあります。やはり大臣から何度も答弁いただいておりますとおり、地域の実情に応じて判断すべきなのではないかと考えますが、野党の法案提出者の方たちのお考えを伺います。提出者安倍智子君、はい、挙手をしてください。はい、はい、野党案へのご質問ありがとうございます。初めての野党案へのご質問ですので深く感謝申し上げます。そして今高木委員からお示しいただきましたような練馬区の事案、市町村の窓口業務と児童相談所の役割分担並びに連携ということで大変学ぶところの多いご提示かと思います。
その上で、そもそも私ども野党がこの児童福祉あるいは児童虐待に対してどのような考え方を持ってこの中核市における児童相談所の設置を考えたかということをまず申し述べさせていただきたいと思います。まあ、少子高齢社会が進む中で児童相談所の設置ということについてももちろん地域の実情に応じて判断されるべきという考え方当然ありえますし、地方分権という観点からも一つの大事なお立場であると思っております。その一方で児童の生命及び身体を保護するための事項については国が責任を持っていわばユニバーサルサービスとして提供していくことも重要と考えており、近年児童虐待対応件数が急増する中で適切に事案の重大性を判断し介入につなげるためには基礎自治体におけるきめ細やかな対応が重要であり、また児童と家庭に関する相談についての基礎自治体の役割が強化されることも重要でありますが、その一方でこの一体となった例えば中核市における児童相談所の設置というものは行政単位が共に窓口と中央自走を持つということによるメリットと考えております。その上で児童相談所の設置は一定の負担を伴うものでございますから、本法案では人口規模財政規模等を勘案して中核市および特別区については児童相談所の設置を義務づけることといたしました。現在中核市および特別区のうち児童相談所が設置されているのは横須賀市、金沢区、そして明石市、また近く奈良市にも予定されておりますが、そのいずれの市長首長もこの共にあることの効果を皆さんにお伝えで、昨日の参考人の泉さんもそうであったと思います。このように中核市および特別区への児童相談所の設置が逆ににもかかわらず進んでいない要因といたしましては、財政面や専門的人材の確保において問題があることも挙げられるのも事実であります。そこで野党案では中核市および特別区が財政面や人材面の課題を乗り越えることができるよう改正後の児童福祉法第59条の4第7項において国による児童相談所の職員の人材育成やその確保のための支援財政上の措置等の規定を設けたところでございます。この度人材育成研修等を担う新たなセンターが明石市に開設されましたことも今後十分にその活用が期待されるところと思います。なお高木委員のご提示になった自走の役割、自治体窓口の役割、介入と支援ということにはさらに私は深まった論議が必要と考えますので、当面今のご答弁とさせていただきます。はい、高木道夫君。今安倍委員からご指摘ありましたとおり、私もこの先ほど来議論があります介入と支援、これをどういうルールでどのような連携をしていくのか、ここはさらに細かい詰めと、それからまたその周知というものが必要かと思います。ただ一方でこの中核市に筆致ということにしましても、現実的には財政がある程度これに回せる自治体は明石市もそうです。税収が増えているという結果昨日も提示されましたけれど、やはりその財政がある程度自分たちで回らなければ必要な人材をプラスして運営することもなかなか難しいという、こうした専門人材をどのように確保していくのか等々を考えますと、やはりこれから5年間とか政府が今提案をしておりますとおり、財政的な支援、またそれから専門人材を育成するための支援、これをしっかりと整えながら後押しをしていくという、あくまでもこの地方自治の本気にのっとって進めていくという、この考え方が重要ではないかということを改めて指摘をさせていただきたいと思います。
で次に伺いたいのは、それは野党法案におきましては、保護者支援プログラム、いわゆる特定指導を義務化するとしております。この保護者に対する指導及び支援の強化として、保護者の意に反する施設入所等の措置が取られた場合、当該保護者について特定指導及び、特定指導、また、特定指導を行わなければならない、また児童虐待を行った保護者について指導を行う場合は特定指導を行うよう努めるものとする、このようにされております。すでに政府の関係閣僚会議が決定をしました児童虐待防止対策の抜本的強化におきましても、保護者支援プログラムの推進は盛り込まれております。取り組みを強化推進するという必要性につきましては認識を共有をするものです。ただこの保護者指導を一律に義務づけるということには、私は慎重な検討が必要と思っております。でそれはこの支援プログラムが実効性を上げるためには、あくまでも本人の意識意欲が重要でありまして、あくまでもその改善状況をよく見ていく必要があるのではないかと思います。で例えばその保護者が子どもを取り返すことを目的に形だけの受講を受けるとなりますと、実際は改善されていないのに、私はプログラムを受けましたと、子どもを家庭復帰させてくださいと、かえって家庭復帰を求める口実を与えることになりかねないのではないかということを考えます。これにつきまして提案者がどのようにお考えか伺います。提出者山井和典君。武井先生、重要なご指摘ありがとうございます。本法案においては保護者に対する指導を義務付けているのは、保護者の意に反する一時入所等の措置が取られる場合に限られており、このような場合には一般的には虐待の程度が深刻である場合であることから、その深刻さを保護者が自覚する必要があり、支援プログラムを義務付けることには十分な意義があると考えております。確かに保護者が子どもを取り返すために保護者支援プログラムを形だけ受講するケースも考えられますが、そうした形であってもプログラムを通じて受講者の自覚が促されることが期待されます。なお施設入所等の措置の解除については、児童福祉士の意見を聞くとともに、指導の効果や保護者の心身の状況、児童の家庭環境などを総合的に勘案した上で判断されるものであり、プログラムを受講したからといって、解除されるものではありません。したがってご懸念のような事態は生じないものと考えております。私も学生時代、6年間の母子生活支援施設というところでボランティアをしておりましたが、そこで DV 被害のお母さん、あるいは虐待を受けた子どもたちとしてしてきましたけれど、子どもは悪くないと、とにかく親が変わらねばということで強く感じましたので、高木先生もおっしゃってましたけれど、この保護者支援プログラムという保護者への支援、指導というのはしっかり進めていきたいと考えております。高木光代君。やはりあくまでも専門的な見地に基づいて慎重に判断されるべきものであるということを重ねて申し上げたいと思います。でそしてもう一問、児童に対する意見聴取ということです。この野党法案におきましては、施設入所等の措置や、一時保護の実施または解除にあたっては、当該児童の意見を聴取しなければならない、このようにされております。ゆあちゃんの事件、またみあちゃんの事件、ともに子どもの声を大人が受け止めきれなかったということは大きな私たちの反省でありまして、子どもの意見表明を尊重することは重要と考えております。しかしこれまで私も復興特、失礼しました、青少年特別委員会とさまざま携わらせていただきながら、この児童虐待につきましても、防止に推進をしてまいりましたが、やはりその非虐待児の心情の中には、自分が悪い子だから、自分がいい子にさえなればお父さんお母さんはこんなふうに自分をぶったりしないのだという、こういう心情があるということです。加害親を責めるよりも自分を責めているという、このケースが本当に痛ましい状況でわけでありましても、どこまでも子どもはどんな親でも親が好きなのだなという、なんとか親に気に入られたい、大事にされたいという、その無限の思いがあるのだなということを、いつも私 もう胸痛む思いでさまざまな事例を受け止めさせていただいております。でそういう中で、こうした子どもの意見聴取を一律に義務付けるということは、かえってこの現場で迅速な分離とか、また保護とか
こうしたことを進めなければならない上において制約になるのではないかと考えます。抜本的強化についてにありますとおり、施行後これは2年を目途に必要な検討を進めると、政府としてはしておりまして、私はそういう慎重な検討が必要なのではないか、年代に応じ家庭状況に応じどのように判断をしていくのかということが、専門的な検討がされるべきと考えております。提出者の認識を伺います。提出者安倍智子君。はい、大変重要なご指摘をありがとうございます。私ども野党といたしましては、今回のゆあちゃんの事件、みやちゃんの事件ともに子どもたちが声を発したところから社会に大きな気づきを与えてくれたものと思い、またそこまで放置した社会や政治の責任というものも重く見ております。そして高木委員ご指摘のように、虐待をされている子どもたちすら親を好きであり、親をかばい、親によって殺されていく瞬間も親を求めているのも事実でございます。そうであれば一体どのようにすれば私たちはその子どもの意見を受け止めて次の施策に、守るための施策に向けていけるかということであり、児童虐待を受けた児童に対しては施設入所等の措置や一時保護について、これらは大きく環境が変わる時ですが、とりわけ児童の権利の利益に重大な影響を与える場面であることから、児童自ら意見を表明する機会を設けることが重要であると考えております。そしてそのためには、高木委員もご指摘でありますが、児童の権利意見表明をどのような形で実際にできるようにするかということが重要になり、その際には児童の心身の状況や環境等に十分配慮することも言うまでもございません。ご指摘の迅速な分離や保護の制約になるのではないかという懸念に関しましては、私どもの法案ではただ単に児童の意見に基づいて分離や保護の判断を行うとしているわけではなく、児童の心身の状況や環境等に十分配慮して意見を聞いた上で児童を取り巻くさまざまな状況を考慮して判断が行われるというふうにいたしており、その点では分離や保護を制約するものではない、またそうあってもならないと考えております。なお本法案では児童の意見聴取に関する規定を設けることに加えて、附則第6条第4項において児童の意見の代弁や意見表明の支援のための制度の導入など、いわゆるアドボケート制度、子どもオンブズマン制度の構築に関する検討を行う、これは与党もそうでありますが、行うまで待つのか、それとも可能なところからやっていくのかというところで、私どもは直ちにこうした意見を聴取するということを叶えていきたいと思うものです。高木道夫君。ありがとうございました。今野党の提出者の皆様に、野党案提出者の皆様に3問伺わせていただきましたが、それぞれこのいわゆる政府案とそれから野党案と、最初当初は大きな隔たりがあるかなと思いましたが、その進めていく方向性、そしてまたその検討をどのようにしていくのかという、若干の隔たりはあるものの、方向性は同じであるということを確認をさせていただきました。ありがとうございました。で最後に大臣に、これまでの議論を踏まえまして、この児童虐待根絶へのご決意を伺いたいと思います。根本厚生労働大臣。虐待によって子どもの命が失われる事件が繰り返されること、これはあってはならない。痛ましい虐待事案が繰り返されないよう、関係閣僚会議を開催するなど政府全体で類似の対策の強化を図ってまいりました。それにもかかわらず、本年1月に千葉県野田市において痛ましい事件が繰り返されてしまったこと、これは誠に残念であり、事態を深刻に受け止めております。最近の児童虐待事案においては、しつけと称して児童虐待を行う事案、関係機関からの情報漏洩により虐待リスクが高まった事案、 DV 対策との連携が必ずしも十分ではない事案などが生じておりました。
また児童相談所の管轄区域が大きすぎることによりきめ細やかな対応が十分にできなかったのではないかという指摘もあります。このため本法案では体罰禁止の法定化、学校教育委員会などの関係機関の職員は児童に関する秘密を漏らしてはならない旨の規定の整備、 DV 対策を担う婦人相談所や配偶者暴力相談支援センターの職員は児童虐待の早期発見に努める旨の規定の整備、児童相談所の管轄区域に関する三者基準の設定といった事項も盛り込むこととしたものであります。このほか児童相談所をはじめとした自治体の体制強化、関係機関の間の連携強化の観点から実効性ある対策を盛り込んでおり、ただいまも委員会から大変貴重な議論意見が展開されたと思っております。これらを通じて痛ましい事件が繰り返されることのないよう自治体関係機関ともしっかりと協力しながら総力を挙げて取り組んでいきたいと思います。高木道夫君、ありがとうございました。終わります。次に